クラストとはパンの皮の部分のこと。ダブルクラストというからにはこの皮の厚さが2倍以上ということなのか。いや、やや厚めの皮ではあるが、ダブルというほどではなさそうだ。まあいい、食べれば全ての答えが発動する。そうとも。あれはまだ私がアメリカでハイスクールに通っていた頃だ。すげえな、リョウ。また取ったんだってな、学年1位。彼の名はキッド。ああ、キッド。キッドは年上のクラスメートであり、親友だった。学年1位を取って普通ですって顔してやがる。また飛び級するんじゃねえのか。嫌な野郎だ。リョウ、あんな奴ら相手にすんなよ。あいつらお前にかなわないもんだから僻んでるだけさ。日本人である上に飛び級ばかりして妬みの対象になりやすかった私を彼は励ましてくれた。喧嘩にナンパ、愚痴をこぼす、何をするのも私たちは一緒だった。そして彼は嫌な顔一つ見せず私のために何でもしてくれた。勉強のしすぎで私が心身ともに参ってしまった時には私を診察してくれた。してねえよ。私がホームシックにかかった時には母の代わりを買って出て。出てねえよ。私が金に困っていた時にはどこからか調達し大盤振る舞いを。話作んなよ。しかしある日。なあ、リョウ、実は俺またダブっちまったよ。そうかなあ、キッド。お前は今まさしくダブルクラスメイト。まあそれはそうだけど。略して。略すのかよ。ダブルクラスト。意味わかんねえよ、キッド。今何してる。